ビクトリアランドとオーツランドの地図オーツランドは南極にある地域の名称。南極大陸東部にある。海岸部分についてはオーツ海岸とも呼ばれる。地理的なオーツコースとは西はケープハドソンから東はケープウィリアムズにかけての海岸を指す。西はジョージ5世コースと東はビクトリアランドのペンネルコースとに接する。統計160度を境界として 東はニュージーランドがロス海賊領として、西はオーストラリアがオーストラリア南極領土として、それぞれ領有を主張している。オーツランドの海岸の東部は1911年2月、テラノバ号の探検の中で、テラノバ号艦長であるイギリス海軍のハリー・ペンネルによって発見された。ペンネルは同僚であるローレンス・オーツの名をこの海岸に命名した。なお、オーツは、 スコットと共に南極点を目指したが、1912年3月に南極点からの木とで没している。オーツランドの海岸の西部はモーソン半島に近い。1946年から1947年にかけてのアメリカ海軍のハイジャンプ作戦によって空撮が行われ、初めて詳細が判明した。1962年。 オーストラリア国立南極調査探検隊によって、オーツランド沖に寺の場島という島が発見されたと報告された。しかし、1989年のドイツ南極、ノースビクトリアランド遠征によって、その存在は確認されず、寺の場島は幻島であることが判明した。ありがとうございます。